それからふわちの方々、すいませんでした。原因が不明です。何かですね、何かその、何が原因なんでしょうかね、ちょっと分かりませんが、電波の強さではない問題ですね、電波の強さではない問題があるみたいです。時々こういうことが、そうです、一斉に止まるんですね。はい、琴葉さんお帰りなさい、すいませんでした。学校のいじめでですね、無視とか無関心というのがとても傷つきます。誰でもですね、無関心になってほしくない、無視されたくない。ですから挨拶してね、無視されると傷つきますよね。挨拶されたら挨拶を返してほしい。まさに挨拶っていうのはね、なんか本当に、お互いに無視していない、お互いに無関心ではないということの一つの、形が挨拶ではないでしょうか。ですから私たちはですね、隣人に対して、挨拶をするべきではないかなと思います。挨拶をしないというのは、無視をしている、無関心であるということで、すごく傷つくと思います。そして、神様に対しても同じですね。多くの人はですね、神様を無視している、神様に無関心である、それは神様にとっては、その何でしょうかね、神様にとってはそれは、非常に罪深いというか、神を冒涜しているということではないでしょうか。私たちは、イエス様を信じて、神に関心を持つようになりました。イエス様を信じて、神を無視するどころか、神を敬い、賛美し、感謝、神に対して礼拝するようになりました。それが信仰です。信仰です。ポコニーさん、多くの人は神様に無関心であるということは神を冒涜している。そうですね、そういうわけで、アリエさん、勝也さんお帰りなさい。そういうわけで、その愛の反対は無関心である。隣人を自分のように愛するというのは、隣人を無視しない、隣人に無関心でいないということではないでしょうか。私たちは隣人にですね、関心を持つべきです。そして隣人が、何か助けを必要とするならば、その自分のように、愛するべきではないでしょうか。天国では、そういうところです。天国はそういうところですね。天国は、お互いに、愛し合う、助け合うところです。ですから私たちは今天国の在り方を学んでいる、天国の在り方を学んでいるということになります。マンションから苦情来ないですか。いや、だいぶ離れてますし、このマンションの、こちら側は、そのマンションの玄関側ですから、その今のある方じゃないんですね。ドアの形からほとんど聞こえないし見えないですね。琴葉さん、自分がしてほしいと思うことを人にもしてあげなさいと、自分がしてほしくないことを人にはしてはいけないとは大きな違いがあると気づきました。はい、そうですね、この自分がしてほしいことを人にもするのをゴールデンルール、自分がしてほしくないことを他の人にしないのは、シルバールールという人がいました。日本人はこのシルバールールは結構バッチリ持ってるんじゃないでしょうかね。日本人は自分のしてほしくないことを他の人にはしないでしょう。それは OK です。でもイエス様は自分のしてほしいことを他の人にしなさい、まさにこれが、無関心であってはいけないということではないでしょうか。
奈々さん、ただいま、お帰りなさい。アリエルさん、どんなにひどいことをされても、話したことや、行ったことなど、覚えてるので、愛があるってことですか。話したことや行ったことなど覚えてるので、ですね、悪いことされたことを忘れましょうね。人を許すっていうことはね、悪いことをされてもそれを忘れる。人のした悪を思わずという言葉があるんですね。愛は人のした悪を思わずということはね、人のしたことは忘れるということですね。その悪いことに関心を持ってはいけない。悪いことに関心を持つんじゃなくて、良いことに関心を持つという感じでしょうかね。多くの人は過去の、苦しかったこと、悲しかったことに関心を持ちすぎてネガティブになり、多くの人は、良いことに関心を持つのではなく、悪いことに関心を持って苦しんでいます。琴葉さん、後者は人が嫌がることさえしなければ他は無関心でも良いという感じに思います。その通りですね。それはまさに人に対して無関心ということですね。栗子さん、キューちゃんは LTL 教会に来なくなった元信者たちには無関心ですか。いいえ、関心がありますよ。誕生日にはお祝いのメッセージも送りますし、時々メールを送ります。オムさん、パワハラはしてはいけません。パワハラは、神様の御心に反します。パワハラはしてはいけませんね。はい、そういうわけで私たちは、人に対して無関心な、生き方をしてはいけません。神様が全ての人に関心があります。神様は全ての人に関心があります。ですから私たちも全ての人に関心を持ちましょう。もちろん、物理的に全ての人に関心を持つことはできませんが、少なくとも、隣人に関心を持つべきです。知らない人に関心を持つことはできませんが、隣人には関心を持てると思います。ですから、神様は、素晴らしい方です。70数億人の人たちに関心を持っています。サオリングさん、今まさにコメントを無視されました。そうですか。それはね、無視したんじゃなくて、ちょっと気づかなかったか、それを全部読むわけではありません。神様に関心ありまくるので、聖書を読んで、イエス様もっと教えてくださいとになります。そうですね。神様に関心ありまくる。それは良いことですね。私たちはもっともっと神の御心に関心を持ち、神の教えに関心を持つべきです。私の言葉を愛する者は私を愛する。私を愛する者は私の言葉を愛する。つまり、罪というのはイエス様に関心を持たないこと。罪というのはイエス様に関心を持たないことですが、世の中の人たちはイエス様に関心を持ちません。それが罪と言えるでしょう。しかし私たちはイエス様を信じて、イエス様の御心、イエス様の御言葉に関心を持ちます。そして、愛すれば愛する、イエス様を愛すれば愛するほどイエス様の御言葉を愛します。アリエルさん、私はね、
バンジージャンプしません。時々ね、紐が外れて死んじゃう人がいますから、そういう危険なことはしません。それから私はパソコン持ってますよ。パソコン持ってます。タコさん、ユダヤ人はイエス様を愛さないですが、そうです。ユダヤ人はですね、イエス様を愛さないので、結局ユダヤ人はまだ救われてないということになります。しかし、そのユダヤ人の先祖、ユダヤ人の先祖たちの信仰のゆえに、神様はユダヤ人を救おうとされています。ことわさん、自分がしてほしいことを人にもしてあげなさい。には、与えられば、与えれば、与えられるも含まれているように感じます。そうですね。してあげるということは、されるということですね。良いことをすれば、良いことをされる。愛せば、愛される。与えれば、与えられる。祝福すれば、祝福される。ということになりますね。逆にごめんなさい、無視すれば無視される、無視すれば無視される、イエス様を無視するならば結局、イエス様に無視される。しかし、イエス様は全ての人を愛しているので、最後の最後まで無視されませんが、最終的には地獄に行きます。地獄というのは神様がいない場所です。神様に無視された場所と言ったらいいでしょうか。神様に無視されている場所に行ってしまいます。ですから、神を愛せるときに神を愛する必要があります。世の中の人は神を愛しているのに神を無視しています。そこに罪があります。私たちは、神様の憐れみによって神様を愛せるようになりました。ですから皆さん、ますます私たちは神を愛するようになりましょう。サオリンゴさん、ゴールデンルールが全国民に浸透したら最高の国家ができます。アメン。本当にそうです。それが神の国、それが神の国です。私たちは、神の国を求めます。イエス様がおっしゃいました。まず第一に、神の国とその義を求めようとあります。神の義を求めましょう。それでは明石タイム行きましょう。以前は人に無関心、良いことに無関心、イエス様に無関心、弱い者に対して無関心だったけど、イエス様を信じたらば、弱い者に関心を持つようになった。すべての隣人に関心を持つようになった。イエス様に、関心を持つようになった。イエス様の教えに関心を持つようになった。以前は聖書に無関心だった。しかし今聖書に関心を持ち、クリスチャンに関心を持つようになった証、スタート。サオニゴさん、無神論や共産主義は神様の存在を否定して無視するという神様に対して最悪の態度です。そうです。無神論、共産主義は、神の存在を否定します。イスラム教、ヒンズー教はですね、神の存在を認めるかもしれませんが、しかしそれは偶像の神ですね。偶像の神。結局のところ、イエス様を受け入れなければ、神を受け入れてないということになるのです。イエス様を無視するということは、神を無視するということです。世界の宗教は
そこで大きな間違いをしています。世界の宗教は本当の神を無視して偶像の神を信じています。偶像の神を信じることは本当の神様に対しては、無視することになってしまいます。多くの人がイエス様を無視しています。クリスマスをお祝いするかもしれないけれども、そのクリスマスの主人公を無視し、サンタクロースとかクリスマスプレゼントに関心を持ち、その主人公であるイエス様に対して無視しています。琴田さん、以前の私、いや今もまだ勉強不足ですが、今バプテスマを受け正式なクリスチャンになれたことに心から感謝し、イエス様の御心に従って生きていきたいです。アメン、アメン。アリエさん、弱い人にも優しくして、心配してわからないことは私でもわかるように教えてあげたいと思います。弱い者の味方になりたいです。アメン。そうです。イエス様は弱い者の味方です。イエス様は弱い者の味方です。イエス様はこの世で無視されている人たちと関わりました。売春婦、酒税人、罪人、病気の人たち、貧しい人たちにイエス様が関わりました。それは世の中が無視している人たちに対して、イエス様が、その関心を持ち、弱い人たちに対して、救いを提示しました。セナさん、おはようございます。セナさん、おはようございます。サオニグさん、罪の、原義っていうんでしょうかね、罪の言語の意味は的外れだそうです。偶像の神を拝むのはまさに的外れですね。アメン。サオニグさん、有名にならなくてもイエス様に知っていただき関わっていただけるだけならそれでいいです。アメン。そうです。多くの人は有名になりたいと思いますが、そうではないです。イエス様に、イエス様は私たち全てのことを知っていますが、イエス様に知っていただく、イエス様に知っていただくということを知ると言ったらいいでしょうかね。それが素晴らしいことです。多くの人は無視されていると思っています。人々に無視されているので辛いと思いますが、そうではないです。人々に無視されてもイエス様は無視していません。そのイエス様が無視してないということを知るならば、私たちは、がっかりする必要はありません。ぜひ皆さん、人々に無視されていると悲しんでいる人がいますか？そうならば知ってください。イエス様は皆さんを無視していません。イエス様は皆さんに関心があります。ものすごく関心があります。小さなことにも関心があります。ぜひ皆さんのもう本当に、全てのこと、ちっちゃなことも、皆さんの悩んでること、皆さんが苦しんでること、全部イエス様は知っていて関心があります。そしてイエス様に求めなさいと、イエス様に祈ってほしいと思っておられます。ですからぜひ、世の中に認められようとしなくてもいいのです。人々に関心を持たれようとしなくていいのです。イエス様は全部知っているのです。ではですね、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、私は弱い人たちに無関心だった、
隣人に無関心だった、人に無関心だった、自分のことしか関心がなかった、自分の、関心のあることしか関心がなかった。しかし私と、今日の放送でイエス様に関心を持ち、そして、隣人に関心を持つべきだということが分かった。私は、偶像に関心があった、お金に関心があった、そうではないんだ、本当に、大事に、大事なことに関心を持ちたい、大事なことに関心を持ちたい、イエス様を信じて、愛の反対である無関心から愛の心、愛の生活をしたい、そう思う方アメンと言ってください。アメン。ヒロさん、神様はヒロさんを見捨ててませんね。イエス様はヒロさんのためにも十字架にかかって死んでくれました。すべての人のために十字架にかかって死んでくださったということは、すべての人に関心があるということですね。その神の、愛を信じること、イエス様がヒロさんに関心があることを信じることが信仰です。イエス様が皆さん一人一人に関心があることを信じることが、信仰です。それがイエス様の愛を受け入れるということですね。イエス様の愛を受けるならば、私たちは、初めて救われるのです。初めて満たされるのです。初めて、その喜びを感じるのです。天の父様、感謝します。世の中には、苦しんでいる人、悲しんでいる人がたくさんいます。人々に、無視され、人々に、無関心でいて、自分は見捨てられている、自分は人に愛されていない、自分の存在が誰も分かってくれない、そのように苦しんでいる人がいます。しかしそうではありません。イエス様は全ての人に関心を持ち、全ての人に、その救われてほしいと願っています。そのことを知らないで自分は無視されていると思っている人がたくさんいます。どうぞイエス様、そのような、見捨てられていると思っている人たちに、そうではないんだ、イエス様が愛していて、イエス様が救おうとしていることを知って信じることができますように。ああ、イエス様が私を愛している、イエス様は私を無視していない、そのことを信じることができますように。それを信じるならば救われます。神が愛している、自分を愛しているということを信じるならば救われます。どうぞ、リスナーの人たちが救われますよ、救われますよ、救われますよ。ああ、私は愛されている、私は無視されていない、私は本当に関心を持たれている、イエス様に関心を持たれて、どんなことでも、もう今日は何を食べようかとか、今日は何をしようかとか、全てのことにイエス様は関心があります。リスナーの方々がそれを信じて、救われますように、神の愛を受けますように、神の愛を受けて、今度はイエス様と同じように、イエス様に関心を持ち、弱い者に関心を持つようになりますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。はい、ありがとうございます。風の子さん、おはようございます。トラックさん、おはようございます。はい、それでは皆さん、今日も一日、隣人に無関心ではなく、隣人に関心を持ち、自分のしてほしいことを他の人にしましょう。それが神様の御心であり、神様の、喜びです。私たちは、神様の御心に関心を持ち、神の御心を行おうではないでしょうか。そこに神の栄光があります。琴葉さん、涙が出ました。それではまた今晩7時にお会いしましょう。神の愛を持って隣人に関心を持ってください。和之子さんは、
そのフードフォアハングリーといって、飢えてる人たちにを助ける働きをしています。飢えてる人たちに関心を持ちましょう。それではシャローム、シャローム、シャローム、シャローム。